雑用の会好好き好きどううなななんだろうななんか好き嫌いで物を見る人ほど人のことも好き嫌いで見てるようにも思うからだからその僕もよく言われるじゃないですか「レオさん誰々嫌いだから」みたいな「いやその次元で喋ってねえ」っていうごめんねなんかそのディストみたいなちょっとチャッとした人僕逆に自分が物を好き嫌いで見ないんで特に仕事に関してはより一層なんで人が 誰かか移籍したとか実際に本当に好き嫌いで決まってたとしてもちょっと逆にそう見えないみたいななんかビジネス的な理由があるんじゃないかって言っていいいいかんぐり方方ををして実際はそんなないいする必要なかったみたみいなあるんだよて、ね、芸人の子もそうなんですよあの作家さんに好かれてないからこのライブ出れないんだとかテレビのプロデューサーさんの知り合いいないから出れないんだと思って実際は違くて使いにくかったんだよねどうやってお前を売ったらいいかわからんわって全員思ってたっていう。 劇場で受けてても知らねえからっていう。そうだから、あの頃の僕はバイアスかかってましたね、そう考えると。だって、例えばさ、まあ、疲れてたらみんな見に来てくれるかもしれないですけど、僕のことを。基本、やっぱり、ユーチューバーってこう、動物園の動物と似てるというか、なんか、サーカスでもピエロでも何でもいいけど、基本的に面白いことやってそうだから行くじゃん。憧れとかそういうのより、基本ね。その でそこからまあ大ファンになったら別だけどってなるとやっぱりさ好き嫌いよりも面白いことできてるかどうかとか時間を一緒に過ごす価値があるかどうかっていう振る舞いをした方がいいみたいな再生数落ちてきた人気なくなってきたなより俺はおもろいことやれてんのかみたいなそっちの方が建設的だなって思いますでは生配信と配信とかで話し方に違い感じますがどういったことを意識してますか配信動画の方が配信普通に作った動画の方が不特定多数が見ると思ってますね 生配信はこの時間一緒に話してくれる友達の感覚の人とうん興味ある程度持ってくれたんだろうなって人が見るでそれを切り抜かれた時にどうなるかっていうのはある程度リスク考えながらまあ切り抜きの人たちにもこういうことはやんないで、ね、言ってないことサムネにしないでねとかそういうルールは作って、あのー、リスク管理してる感じですねでもそれでもねだそのリスクを管理するっていうかリスクを考えすぎることがリスクってあるからあのー この間 YouTube のコンサルやってる人に言われてああ確かになと思ってすごい嬉しかったんだけど「レオさんって切り抜き伸びるじゃないですか」って言われて「ありがとうございます」みたいな「なんでか」っていうのがこの間自,分自社のマーケティングしてて分かったんですみたいななんか問題発言しそうな人って伸びるんすよって言って「おい!」っていう話なんだけどでも確かにそうだなみたいなだから、まあ、僕はもともとの性格がそうなんですけどこれってこうでこうだって考察したりとか、まあ、分析したりとか。 まあさっきのラショードみたいいいな話とかろろ日本代表でだからこいつ何言ってるのかなっていうそのガチャ感があるんですよ切り抜きにだから切り抜きがメインだと思ってる学生さんとかもいるみたいな切り抜き見てますって別に悪気なく言ってくるみたいなそれサッカー選手にハイライト見てますみたいなねそのスタジアム行ったことありませんみたいなことなんだけどでも俺全然よくて切り抜き見てくれんだみたいなそういう感じなんだよねそうそう 誰々ハイライト集ってなった時にさもう多分パス散らしてんだろうなみたいな選手よりもさ頭ダマト俺ハイライト集みたいでどんなドリブルしてんだろうみたいな,なあの要素が重要要素が重要って感じでも僕は意識してなかったっすけどまあそういうなんかそのまあね人に「ん?」って思われるようなことだったり「おっ?」って思われることだったりそのガチャ感がいいんでしょうねうん レレオオでで検検索索すするるるととと切り抜きが上に来ててフフットボールル出くあそうなんだでもまあその時のニーズだったりとかあとね YouTube いいのはやっぱり視聴維持率高い動画だとおすすめ上がりやすいんだよだから内容がいいってことだからだからサムネとかで別に弾きなくてもよく再生されてて何百万っていくやつは見てみると実際面白いじゃんあれすごいシステムだよねサムネいいのは確かに重要なんだけど一発目にねおすすめで出てきた時に やるから。でもその後にさ、何回も見たり長い時間見るっていうのはさ、やっぱ視聴率高い動画だとそれだけ満足度が高いし、YouTube 側でも長く見てもらえる動画の方が広告入れれるから進める意味があるんだよね。セイクスト・カンタはピッチに彼女を絶対呼ばない感じが逆に遊んですああ、あのなんかお祝い事の時ね。確かに。逆にな。でもあれ一番日本と海外のさ感じのってあの祝賀会みたいなので。 海外のの方がそのパーートナー呼ぶよねで僕もややですね、まあ、僕の場合は自分のライブとか特にお笑いの時とか彼女とかには来てほしくなかったっすね彼女とかそういういい感じの女の子が来ると滑れないからちょっと守り入ったネタ出しちゃうから <laughs> 新ネタはやめとこうみたいな、ね、あのダサさが自分のテンションを下げさせるしねああ飯のうまそう自炊してくれるありがたさねそれあるなー 手話のーうの場合自分がサッカーやってるわけじゃないから全然あれっすね。自分がパフォーマンスする時だよね特にさサッカーの場合一生懸命頑張っても勝てなかったりうまくいかないことあるじゃんでもお笑いの場合さあその一生懸命頑張ってうまくいかなくても別に滑りはしないじゃん試合で滑るってなくないまあ下手なとこ見せちゃうはあるけどそれでも頑張ったなにはなるじゃんお笑いの場合なんかね滑っててもね頑張ったなって評価にはなんないのよ そう思ってくれる人は本当は人間できてる人で基本的には「ダサ」で終わるから恐ろしいよあれはあれはやっちゃいけない人がやることじゃないよお笑いはそもそもあのお笑いってこうコミュニケーションだって仲いい中でのこのコミュニなんていうのかなこの関係性のさ緩和剤として入ってるものを仕事にしてさ笑わせに行くんだからさそう悪いよ危ないあれは。 そ僕はあのお笑い芸人ではなくなくってるんですよ芸人,で芸,人って芸をして人を楽しんでもらう人じゃんだ僕の場合ここで分析だったりとか、まあ、チーム作ってそれをみんな見てもらったりだこれは芸人じゃんでもお笑い芸人ってお笑いでお笑いを芸にしてる人だからお笑い芸人だからお笑いで人を楽しませたらこれは僕向いてないっす <laughs> だってお笑い芸人ってテロップ出て場に出るってことは あの指差してごめんだけど今からお前を笑わせてやるって宣言してんのと一緒なのよそれはもうよそれはもう PK と同じであそこ立った人しか滑れませんそう考えれる人っていうのはだからそれこそバッチョが言ったわけじゃん PK を外せるのは PK を蹴る勇気があるものだけだっちょって言ったわけじゃんだけどあれって何で名言になったかっていうと確かにって思ってたからで 確かにってこの納得のインパクトあることって理解可能発想不可能なね言われると分かるけど自分では言えなかったみたいなだそれがバッチョーが名言になった理由じゃんっていうとそういうふうにみんなはそういうふうに理解はできるけどだらそのぐらい,受け手の力がいるんですよだから芸人さんで滑ってる時にだから m 1もさ決勝まで行ったのがすごいのに決勝最下位でいじられ倒すじゃんあれってあそこまで行った凄さとか芸人をやってるっていうリスペクトがない人たちがやることじゃん そっちが多数なんですよそうだからよくあの話を面白くする方法とか受ける話からいろいろ話に関して聞かれるけど僕はマジでもうお笑い芸人芸人っていうスピリットとか哲学は持ってるけどお笑い芸人って,っていうスピリットは持ってないしお笑いねみんなを笑わせるとかそこは持ってないからもう笑ってくれたらいいなぐらいだから何も滑ることなんて気にしないでうん。 俺が話したいことをフルスイングで話して届く人たちがいるって思って話すだけだから、まあ、楽に入れるというかそうだから楽しめてるんでしょうね私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リー排出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。